初めて敵の強さを3倍にしてみるアッキーミロです。はい、続き遊んでいきます。いやー、前回なんとかね流氷軍から効果取ったんですけど、相手1番こっち4番でギリギリだったんですよね。今回はこの氷を取れればいいなと思ってるんですけど、同じくね4倍ぐらいにしないと厳しいかなと思ってます。ここで孫権軍がしょっちゅうちょっかい出してるんで、ちょっとこの調査からねまた公領に攻めるのを待ちながら、我々はここの近くにまあ拠点、矢倉か城塞か分かんないですけど、まあ今あんまお金ないから安いやつかな作って、そこにね兵を集めていこうと思います。で、孫権と劉表軍の戦いが一旦蹴りついたってタイミングで攻めましょう。早速ですが、ウリンコウの1番を使ってもうここに陣作っちゃいます。陣だったらね非常に弱いんですけど、300の費用で作れるんですよね。相手1枚1000しかないから邪魔してこないはず。楊白さんが在野に現れました。楊白さん来てくれ、もう誰でもいいからとにかく武将が欲しい。はい、楊白さんダメでした。たどり着く前にどっかに登用されちゃいましたね、もしくは移動したか。そして拠点火曜陣が完成しました。ここに兵をどんどん輸送していきますって、最早にさえず来た。急行こう取らなかったからか。これはでも急行こう取れば、急行こう落とした時点で帰っていくか。ちょっと一応急行こうを確保しておきます。ただもうどっちにしてもね、最早の兵は今完成した火曜陣かに持っていきます。輸送の方が早いから輸送で持っていこう。ただここの内政地もねそれなりに上げちゃったから、正直言うと手放したくないって気持ちあります。でもね、異民族とまともに戦っても正直きついかなって気がします。こっちが損するだけなんだよな。通常の強さだったらね鍛えるのに悪くはないんですけど、あんま兵減らしすぎると今度慶応から狙われちゃうか。このぐらいにしとくか。徴兵でむしろ兵補充だ。急行校は陥落しました。こっちルートから来てるよね。急行校を取って帰ってってくんねえかな。孫権軍が再走を狙って進軍中のようです。やっぱ来やがったか。ちょっと再走に曹操とか送るか。長英だったら多分技法が効くんじゃないかな。知力36、うん、全然効きますね。三越もなんだったら全然効く。ちょっと一旦こっちは攻めることよりも防衛を考えよう。7月になれば米とか金が入ってくるんで、そしたらなんとか徴兵して再走もキープできるんじゃないかな。そう信じたい。はい、急行校が三越に落とされました。でどうする三越、いや帰らねえ、これはダメだ。再走放置しないと。一応曹操がクリティカルヒットではなく狙撃をしてくれましたけど、これでは全然守りきれない。仕方ない、頑張ってね。200台まで再走内政上げたんですけど脱出します。いやー、やっぱりダメだったかー。くー、痛い。いや、ちょっと待って、これ移動あできる、よかったよかった。こうか、いや露光に送っとくか。もう再走は孫策軍に奪われるものと考えて動いていきましょう。両家両藩は露光に行って、その他のメンツは全員で脱出。まず陸高校目指してレッツゴー。
では逃げるところを見ていきましょう。はい、三越に再送とされました。三越は下がっていく。むしろこれでまたすぐ入ればいいだけの気もしますけど。うん、長英どこルートで来てんだ。あ、こっちか。うん、期待に満ちた目で高中を迎えたって。ああ、これ探索か。高中返り討ち重傷や。しかし肩が直してくれた。長英技法効くらしいんで、ちょっと再送を取り返します。やっぱ旧高校は確実に三越が出る前に落としておかないとダメですね。でもってちょっと兵を一残して、再び再送や。そしてすぐに旧高校を取る。で、火曜人はもう3万になりましたね。しかし高陵も兵が増えてる。この調査が攻めてくんねえかな。あらー、2人とも技法失敗しました。ただ再送は陥落。7月になってお金が入ってきましたね。再送ギリギリ収益ゲットできてよかった。ただこの長英どうするかだな。まさか曹操の知力104で失敗するとは思わなかった。マジか。破口頓は成功。本当に疑わしいな。技法は絶対成功してくれないと困る、これ正直。てかそういえば鎮急以上の知力いないのがきついな。うちの軍アイテムで知力アップねえかな。持ってたらもう鎮急に上げちゃうか。アイテムある、創始。これはもういいや、鎮急に上げちゃおう。我が軍の鎮急さんお願いします。曹操の知力がバカ高かったのはこれのおかげか。で、鎮急は兵1でちょっと旧高校に大至急行っちゃいます。そこは落としておく。さあ、長英に技法は効くのか。効いた。オッケー、加工とよくやってくれた。そして旧高校陥落でーす。これで時間を稼ぐ。馬頭軍が炎術軍に宣戦布告でーす。長英に技法再びかかりました。オッケー、これで粘って粘って立て直す。はい、三越が旧高校に来ました。さらに流氷軍が最早の陸高校。これか、長領隊が陸高校に来てる。マジか、高陵狙い目じゃん。どうしよう、長英もまだいるんだよな。ひたすら技法かけて粘ってるんですけど、どうしよう、いけるかな。高陵4万ないと不安なんですけど、戦法がうまくはまってくれればな、いけるんだよな。なんとかここ鎮急でうまくできねえかな。でもな、鎮急もどかさないとな。三越に狙われてんだよな。くー、チャンスっちゃチャンスなんだよな。くっ、攻めたい。なんとか、なんとかここのメンツで粘ってくれ。長英に技法聞きませんでした。もう目の前まで来ちゃったな。ただ天衣たちは移動させておいたので、なんとか自力で倒せねえかな。3
倍がな、先方を当てる以外に勝つ手段がないんだよな。頑張ってくれ、格よく固く奮闘奮闘奮闘。これでなんとかしてくれ。では火曜陣から出陣します。結構ここ送ったんですよね。連射加工園は別に出したいからな。賞金一緒に行こうか。宝石がないのか。じゃあ青蘭連射、聖者連射、連射連射連射の15,000や。先頭はドインさん、これで向かわせる。もう本当兵法が出るか出ないかにかかってますね。これは出なければ我らの負け、出たらワンチャン勝てるっていうなんとも微妙な勝負。走行は意味なかったな。こっちは投石にするか。医者、聖者、記者、記者、そして聖者、ちょっと1だけ残していくか。これでなんとか落としてくれ。走行はここにいてもしょうがないから移動だ。まだ多分一旦じゃたどり着かないと思うので、先に再走を見ていくか。いやーきついなー本当に。3倍いけー掃除ー。そして全員奮闘だー。相手の方が先かよー。こっちの陣地なのに、こっちの再走からの停車。ほらやっぱり兵法も3倍食らってる。いや強すぎるわ3倍。記者だ記者だー。あ、棟梁にもうたどり着いた。1664いいねー。聖者だー。棟梁はいけそう。フチ来たー。いけー。3012だがまだきつい。最高から聖者。いやマジ3倍きつい。棟梁は6500ぐらいまで減らしましたね。ちょっと白攻めの方見たいんでこっち見ていきましょうか。まあ、棟梁は落とせるかな。問題は最早だな。連射だ連射だ、くらえ棟梁。しかも狙撃発動、さらに連射発動。1775奮闘だ奮闘だ。いいね天意超えくらえ。一応ね救援隊で起きました。今の天意の部隊には、まあ、総人隊かな。あー聖者しかも白2だ、やばい。3倍、聖者ですら3000くらうとかやばいわ。急降下落とされた。しかし棟梁は落としました。よし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 、流氷軍。お、曹操が青蘭習得でーす。で、こっち。奮闘来たー、くらえ長英1218。よし、長英倒しましたー。オッケーオッケー。で、陸高校は流氷軍に落とされました。もうこれはしょうがない。孫権軍が我が軍の高梁を狙って進軍中のようです。早くねえか。調査から出てきたのか。マジか、もうか。いやーきついなー。三部隊てか三部将、下は一部将か。この棟梁絶対渡すわけにはいかない。棟梁は3名ですね。流氷軍は京都と龍騎で、孫権軍は長英を捕まえております。お、京都が仲間入りです。
長英はダメ、龍騎もダメです。一応天衣とかもね今考慮に移動させてます。急行行は再び取りました。これで三越をあっち狙ってくれるんじゃないかな。10月になって金が入ってきましたね。1万5000まで手に入るようになったか。まあ再送込みでですけど、なんとか高陵は徴兵今のうちにしまくる。兵器人口はまだ1万8000あるんでね。いや待てよ、曹操の頭の良さなら技法が現状のはずには最適。西乱部隊か郊外。まあただこの港からすげえ地形からな、上陸されたらかなり危ねえな。まあ、なるべくちょっと徴兵して訓練する時間を稼ぐために技法を成功させたいけど結構むずいな。孫生の知力が70と意外に高い。もう末了にね兵を貯めとく必要はないので輸送を開始しようと思います。生涯ねしょっちゅう罹患の刑かけられるんで、移動してる最中に取られないか心配なんだよな。まあ一回再送に持ってくか。31日もかかんのか、遠いな。あと一人鍵も一回再送に持ってって。あ、在野に旅隊がいる。旅隊登用できねえか。発行原用では到底無理か。利点頼むぞ。武漢軍が炎章部に先制動く。異民族が炎章の後ろをついております。お、両隊仲間入り来た、嬉しい。そしてお、技法郊外に来ました。ただし孫霊には聞いてないようです。炎術軍滅亡、旧本軍にやられたようです。董卓はなくなってもやっぱ言うて牛歩軍まだ全然大きいですね。会計の地に小生の輝き、武将一人でも増やしたいんだけどな。南蛮軍が孫権軍に宣戦布告です。いいよ南蛮、素晴らしい。郊外に技法もう一回かかった。 OK、 孫霊をまず先に倒します。あー、京都が刀剣に狙いました。マジかよ、毎ターン褒美上げてたのに間に合わなかったか。孫権から使者が来ました。残念ながらもうお金は足りるようになってきたから返しません。拒否、武将の方が欲しい。あー、龍騎が脱走しちゃいました。武将が欲しいのに、まあどっちにしても龍騎は無理か。急行湖に流氷軍が向かっているそうです。おーっと、立高校から出てきたのか。無理やり通ろうとしてんだこれ。水高長領一部隊だけ、これどうする。今輸送めっちゃ送ってんだよな。大した武将ここいないんだよな今。まさか急行行狙ってくるとは思わなかったな。水行だろう、下手するとこっちがやられるな。いやー、ちょっと輸送部隊の行き先を変えるか、いやもしくはルートを変えるか。どっちにしてもこの陸高校が取られてるから行けないんだよな。いや河高校にちょっと変えよう。みんな河高校に輸送を送ります。で河高校に兵が集まったら、ちょっと動かせる武将がいたらこの関心校を落としに行きます。チャンネルの再生リストにはゲームごとにまとめたリストを用意しております。何のゲームをやっているかぜひ覗いていってみてください。